市丁目にある京阪電気鉄道片野線の駅である駅番号は K 66京阪の駅の中では唯一給料制国名が管されている駅である。単線時代は現在の下り線のレール敷地にあたる部分に一面一線の単式ホームのみ、いわゆる防線駅であったが1992年に複線化に伴う大規模な工事により改札口の地下化、 ホームの移設、被災地域ホームを新設して、現在の駅となった。バリアフリー対策は、複線化後も平方市域ホームのみ車椅子用、利用者専用のスロープと出入り口が設置されているだけであった。が、2010年3月に、エレベーター3機と多目的トイレが設置された。相対式2面2線のホームを持つ、地平駅。改札、コンコースは地下化されており、 入り口は踏切を挟んで両側にある。改札口は地下の一箇所のみ。平方市方面行きホームには上りエスカレーター、記載地降ホームには下りエスカレーター、車椅子対応のエレベーター3機、車椅子、オストメイト対応の多目的トイレも平方市行きホームに設置されている。案内サインは上記の通りであるが、上り列車は基本的に 平方市駅までの運転のため、淀谷橋、中野島線方面と出町柳方面は、平方市駅で乗り換える必要がある。なお、両、ホームとも有効長は5両。当駅と川内岩尾線駅の位置関係駅周辺は、住宅街。駅を出て、東側の道を北上すると、片町線川内岩船駅、西側へ行くと、片野市水道局の前を抜けて、 国道168号へとつながる。参考文献京阪電機、鉄道発行月間沿線情報誌、K プレス2013年2月号7ページ、気になる、あの駅散策マップ、秋文社発行、関西道路地図、39、被災地石山坂本線には、大見神宮前駅があるが、この場合は、大見神宮という固有名詞の一部とみなすのが、妥当であろう。 ABCD 出展、京阪電気鉄道開業100周年記念誌、京阪100年の歩み資料編144ページ各駅、紹介、河内森出展、京阪広報誌、暮らしの中の京阪1992年2月号、京阪電気鉄道開業90周年記念誌、街をつなぐ、心を結ぶ106、107ページ、片野線全線複線化が完成。 京阪電気鉄道開業100周年記念誌、京阪100年の歩み資料編144ページ各駅、紹介、河内森出店、京阪広報誌、暮らしの中の京阪1992年6月号、AB、片野線河内森、被災地間の伏線課橋から、使用開始京阪電鉄、交通新聞、P1、出店、京阪広報誌、 暮らしの中の京阪1992年10月号、京阪電気鉄道開業90周年記念し、街をつなぐ、心を結ぶ106、107ページ、片野線全線複線化が完成、お京阪。ネット駅情報局、河内森駅の駅構内図の更新日より、大阪府東京年間大阪府東京年間、大阪府東京年間大阪府東京年間。大阪 大阪府時懸年間大阪大阪府時年間大阪府時年間の大阪府時年間大阪府時年間大阪年間大阪府時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 年間大阪年間ありがとうございます